はい、日田に帰ってきました。ちょっとあんま日田歌ってくれよ。今日は主人は用事があるので一人で帰ってきて、かな子に会いに行きました。そしてかな子おすすめの穴場カフェ、豆猫カフェに向かいます。キラキラさせてくれよ。あった、かわいいですね。わ、すげえ、マジで古民家やねえ。豆猫カフェさんです。こちらです。素敵な古民家がカフェになっていて、なんかパン屋さん、パン屋さん、パン作りの教室とかもやってるそうです。はい、こんにちは。今日は友達のかな子と日田の穴場カフェ巡りというか、今日は一軒だけなんですけど行きたいと思ってて、豆猫カフェさんにやってきました。ここは2021年の7月にオープンしたばかりみたいなんですけど、とっても店内にぎわってて人気のカフェみたいなので、ちょっと気になってたのでやってきました。では行ってみたいと思います。行ってみよう。すごい、かわいいね。ほんと女の子が大好きなカフェな感じです。ピンポンして入る？あ、ピンポンかな。猫が出ないようにご注意ください。あ、猫を驚かしちゃいけない。はい、わ、いい感じ。失礼します。あ、こんにちは。かわいい。 ありがとうございます。わー、パン、すごい、あー、素敵。どうぞ、好きな時に。あ、植物がかわいい。あー、ストークが、あ、猫ちゃんか。どこがいいかな。じゃあここにしようか。あ、ここにもおる。かわいい、かわいい。この猫ちゃんがかわいい。すごい、こっちにも、こっちにもおります。私も顔が猫みたいだから。猫顔のかな子さん、すり目、すり目女。すり目でもないよ。めっちゃリラックスしとるね。かな子カメラです。お、お、お、お前新入りだな、新入りだな。私のことちゃんと見てよ。こちらのサラダプレートとカレープレートのデザートのセット。デザートがですね、すごい潤ってて、こっちも選べるんですよ。悩んでください。あ、選択肢が増えた。店内のイメージ動画。副菜単品で食べるのも美味しいですが、カレーと混ぜて食べるのも食感が増えて美味しいです。辛いもの好きな方はぜひオイルを足してみてください。うーん、めっちゃいい。わー、美味しそう。スパイシーな匂いがします。カメラワークうまいね。カレーをいただきます。いただきます。こっちがタラのカレーと、なんだっけ、小松菜のカレー、どっちだろう。違うな、タラやな、そっちが。あ、ほんと、ホロホロなったのかな。タラ入っとんのかい。うん、美味しいです。よかったです。タラのあの魚介の風味が鼻をツンと。新しいカレーという感じで食べたことない味です。あ、いいですね。続けて小松菜もいいでしょうか。小松菜に行きます。うん、どうですか。小松菜の葉っぱのところ食べたんですけど、めっちゃ
それでもシャキシャキしてて、シャキシャキしてるみたい。葉っぱのとこでもシャキシャキしてるんです。野菜がとても新鮮でいい感じにピリッとスパイスが来る感じで美味しいです。よかったです。こうやって野菜を混ぜて食べるのも野菜の食感が出て美味しいそうです。生春巻きと唐揚げも入ってました。ちょっと辛いオイルをかけてみます。あ、美味しい。辛くない？全然辛くない。旨味が美味しいです。じゃあ全部かけちゃいなよ。罰ゲームどっちのが好みですか？こっちが好みです。野菜の方です。はい、アールグレイのシフォンケーキが来ました。と紅茶です。こちらを見てて、こちらは小石原焼きか温田焼きかの器でしょうか。北を感じます。普通の食器かもしれません。うん、おいしい。美味しいですか？紅茶アールグレイ。やばい、この笑い方してしまった。すごい美味しそう。抹茶クリームとあんこのスコーンですかね。美味しそうです。こちらのお会計スペースにパンがいっぱい並んでいたそうなんですが、今日は売り切れております。 あ、よかったね。これも狙っていたやつ。これ何ていいですか？ご時世的に。え、ミルクパンなんか美味しそう。うん、これお土産に買っていこう。あとメロンパンとか。あ、アールグレイメロン。全部もう80円だからゼロにしようか、ここ。え、じゃあスコーンも。あ、スコーンもあるんだね。いいですか？ありがとうございます。マパンが気になってたんですけど、ないですね。あ、そうなんですね。なんか半熟卵がとろっと出てるのインスタで見ました。予約して帰ればいいよ。会計の前に先に取り寄せされる方とか。ああ、そうすればよかったね。そっか、みんなもう慣れとるんやね。パス買っちゃおうかしら。買いたくなる。美味しかったもんね。美味しかった。最初ジャム作ろうと思ってたら、はい、なんかこう分量間違えちゃって。分量。まいちゃんはこのミルクパン2つ購入しました。超協力的な。店内はパンの他にも食器の取り扱いをしているようです。とても素敵ですね。私の名刺とか。急に名刺交換が始まりました。よろしくお願いします。可愛い。この北の YouTuber になりたいそうです。頑張ります。めちゃくちゃ美味しかったし、とってもゆっくりできて大満足のカフェでした。花子と夢マートに来て夜のおかずを食材を買おうと思います。そう、こちら主人の母にいただいためっちゃ入るムーミンのエコバッグです。佐賀県のいちごさんやん、よく最近ラジオで言ってる。美味しそう。佐賀の小部屋で言ってる。美味しいらしいです。食べようかな。いちごさんフィーリングでラブ FM をね、人が買うと買いたくなる。買います。こんな感じ。お肉コーナーです。豚肉反対です。反対。牛肉か。2割引きですね。しゃぶしゃぶ用ではなく、あ、
お買い得って書いてあるね。板のことぶき通りを通っています。ことぶき通りですいい感じの通りですね。悲しいことにシャッター通りですでもそれがまた趣深くて。それは違います